Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は曇り、馬場状態は芝、両、ダート、やや重で行われます。出場全14チームを紹介します。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。先手を取って9番アマネコスーテリア、あとはずっと下がって、これがクリスカイル、ワイルドローバー。外を通りまして11番ホワイトルシアン、内から1頭ワールドクリスマス、それから足毛の馬体ジュリアスシーザーであります。そしてその後ろから12番素敵な罪悪感、外から1頭エンゼルダイヤ。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。先頭行く緑の帽子はアマネコスープリア、先頭はアマネコスープリア、青い帽子ジュリアスシーザー、素敵な罪悪感だ。3番手アマネコスープリア、先頭外から懸命に素敵な罪悪感ジュリアスシーザー、先頭だ素敵な罪悪感だ。2番手ジュリアスシーザー、先頭ジュリアスシーザーが勝ちました。素敵な罪悪感は2着3着に。第1レース、1着5番、2着12番、3着3番以上のように確定しました。さあ飛び出した14頭、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。ロマンキックスノーが先手を取ります。そして柳ブレイブ、ちょっと離されまして1番柳ブレイブ、差が開いて14番ズムウォルト、プリンスベルがかわしていきました。その外ウェイブ、9番モモアルテミス、緑の帽子が馬込みで入れています。この辺りちょっと離れている8番ケンドール、その外スーッとライフイズストレンジが上がっていきました。さあ第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。モモアルテミスは3番手といったあたり、ロマンティックスノーが先頭だ。ウェイクかわして先頭に立った、内から懸命にモモアルテミス、黒い帽子ウォーターポール、1着ウェイク、2着モモアルテミス。第2レース、1着7番、2着9番、3着4番、
勝のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。春になったらが早くも何が何でも行くんだという感じ。レスター、ちょっと離れて。11番カーネギーダイアンであります。1番人気のマリオネア、さあ気合はどうなんだ。マーティン・デンプシーがかわしていきました。それから離されまして8番アローフィールド、そしてその後ろからイビサガール、それからヒロブルー。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。マリオネアは6番手といったあたり先頭、春になったら、春になったらが1馬身リード。マーティン・デンプシー先頭、2番手にカーネギー・ダイアン、9番マリオネア内を通ってカーネギー・ダイアン、マーティン・デンプシー先頭、マーティン・デンプシーが1着でゴール番を通過、2着はカーネギー・ダイアン、3着マリオネア。第3レース1着14番、2着11番、3着9番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。あーっと、ユピロシが早くも何が何でも行くんだという感じ。内を通りましてルーキーバックス、その外スーッとプレイアンドリルが上がっていきました。それから足毛の馬体ジュリアスバーソンであります。その外に10番ナナテスカトル、お祭り騒ぎ、どのように差を詰めていくか。さあ最高の栄誉と賞金をかけてここから直線勝負です。お祭り騒ぎ、直線の伸び足はどうか。内から懸命にキングオブ一平、ジョンベイツ、そしてその後ろからナナテスカトル、まだ先頭アラッとユピロシ、ジョンベイツが先頭に変わった。この辺りで先頭はナナテスカトル、1着ナナテスカトル。第4レース1着当番、2着14番、3着6番以上のように確定しました。プレミアカップ14頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。ベルディースローが早くも何が何でも行くんだというか、かなりリードしている。ちょっと離されまして14番ヨセフ・ダンフォード、そして3番手にラファエルであります。その後ろでやりましょうか。スターサンシャイン、ワールドストライカー、2番クエストスターズ、下がって6番手、外を通ってハートフォース。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。ベルディースノー先頭、大きくリード、まだ先頭ベルディースノー、内から懸命にヨセフ・ダンフォード、5番アセントエイベックス、先頭はベルディースノー、2番手にヨセフ・ダンフォード、青い帽子アセントエイベックス、ベルディースノー先頭、1着ベルディースノー、2着アセントエイベックス。人気通りに収まりました。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に5番、7番、14番、当番、9番、以上のように確定しました。